デジタルコマンドコントロール、デジタルコマンドコントロール、デジタルコマンドコントロール DCC とは、鉄道模型をデジタル信号で遠隔制御するための方式である。メルクリンデジタルや加藤デジタル等、各社ごとに規格が統一されておらず互換性がないことが普及を阻んでいたが、アメリカ合衆国の鉄道模型趣味団体である、全米鉄道模型協会、ムーラが規格を定め、 ヨーロッパの鉄道模型企画であるネム企画モンムラの DCC 企画に追従し、ムラ企画が事実上の世界標準となり、独自方式であるメルクリン社のメルクリンデジタルを除き、各社協にムラ企画に従った互換性のある製品を発売するようになった。同一線路上で複数の列車を制御する方法は、古くから愛好家の間で試みられてきた。 当初はアナログ回路で実現が試みられたが、集積回路の普及により、デジタル回路で試みられるようになった。1970年代に、ホーン V から01が発売されたが普及しなかった。1979年8月には、エアフィックスから MTC が発売された。1980年代初頭には、トリックスからセレクトリックス1984年に、メルクリンから、 メルクリンデジタルが発売された。その後、80年代後半から90年代にかけて、加藤デジタル等、他社から類似の複数列車制御装置が販売されたが、一部を除き互換性がなかった。村で規格が制定され、それに基づいた製品が販売されるようになった。制御符号を乗せた作動信号が電力の供給を兼ねたシリアルバスの一種であると言える。 メルクリン車などの交流3線式を除き、通常2線式の模型鉄道では、2本のレールに直流を供給し、モーターを駆動する。モーターの制御は、レールに引火される電圧と曲線によって行われる。それに対し DCC 方式では、モーターの制御は、モーターを搭載した車両に制御用マイコンを設置し、レールには、数キロヘルツの PWM 信号を流す。 これは高周波の交流であるが、従来の直流 12V 用の模型車両とも、ある程度の互換性を保つことができるよう考慮、されている。信号の電圧は 12V であり、整流し、電源として使用することもでき、また、アドレス例として、モーターがレールに直結している DCC 未装備の車両の制を行うこともできる。信号には、制御対象を表す ID とともに、 各種の制御目的の命令がパケット化され格納されており、各デコーダは自らに与えられた命令を認識し、実行することによって、レール上に存在する各車両が制御される。アドレスは1024まであり、各動力車のみならず付随車の伝統制御、ポイントの切り替え、ターンテーブルの駆動ができる。従連運転も容易で、その場合も先頭車のみがヘッドライトをつけ、 警笛を鳴らすこともできる。ポイントは個別選択ではなく、ルート選択が可能になり、複数のポイントを同時に切り替えることができる。DCC では使用するモーターの電圧を問わない。デコーダー内部で自由な電圧の直流を作り出せる。また機関車なども動力車の特性に合わせて、加速曲線を自由に設定出る。また、デコーダーによっては、ビンフを検出することにより、 モーターの回転数を検知し、負荷に関係なく、一定の回転数を保つ機能を持つものもある。列車が編成ごと向きを変えるリバース線では、入口と出口で電気的な曲線を反転させる必要があるため、リバース区間に曲線反転機を置くことにより、無停車でリバース前後区間の曲線を変えることができる。これはリバースユニットなどと呼ばれ、 クロッシングのフログの極性反転にも用いることができる。従来のアナログ車両を1台だけ走らせることも可能であるが、交流電流が流れているため、進行方向に関係なくヘッドとテールライトが点灯する。また、アナログ車両のモーターがコアレスモーターの場合、モーターに悪影響を与える可能性がある。また他の電子機器との相性が良いため、 インターフェースを用意すれば PC だけでなくスマートフォン等の携帯情報端末から制御することも可能である。ヨーロッパではセレクトリックスが NEM によって規格が定められているがメルクリン、モトローラシステムは排他的でメルクリンの製品でしか使用できない。アメリカではレールリナックスシステムが一定の電圧をレールに供給して赤外線でデジタル信号を送る。 他のシステムはデジタルコマンドシステムとトレインマスターコマンドコントロールがある。DCC は最も普及している。DCC の原型はドイツのレンツが開発してシステムを開かれた企画にすることを起とした。DCC はムラとネムの両方で企画化された。複数の主要な製造会社は,は DCC の市場にレンツやデジトラックスや トレインコントロールシステム等の専業の会社と共同で参入する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。